はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴシティのトイザラストラック7848です。部品の袋は4つで、パーツは356個、シールシートが1枚で、説明書2冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはドライバー、店員、そして子供の3体です。ドライバー特に変わったところはないですね。顔はこの一つだけになってます。店員さん、まあ、この人も特に変わったところはないんですけど、店員さんにしては服装がかなりねカッチリしてるなと思います。最後は子供ですね。足は短いタイプになってます。次に条件セット、トイザラスのお店見ていきましょう。小さいですけどなかなかいいんじゃないかなと思います。正面にトイザラスのロゴありますけど、残念ながらこれはシールなんですよね。これがねプリントパーツだったらすごく良かったですね。で、下にクマがいますね。はい、こんな感じのパーツになってます。特にポッチなどはないですし、ポッチがね取り付けられるような部分もないんですけど、さっきみたいに実は足をこの隙間のところにパチッと固定できるようになってるんですよね。これいいですよね。これだけでもねすごく遊びやすいんじゃないかなと思うんですけど、これねなかなか見かけないパーツになってますね。実は2010年を最後に登場してないパーツで、それまでも女の子向けのセットにしか付いてなかったみたいなんですよね。で、唯一このシティ系のセットではこのセットにしか付いてないということで、かなり貴重なパーツじゃないかなと思います。初めて見ました。ということで、正面扉この部分ですね、ちゃんと開けられるようになってます。ぐるっと見るとこんな感じですね。この屋根の部分なんですけど、残念ながら取り外せる仕様にはなってません。店舗そのものは、まあ、天井普通ですかね。特に高い方でも低い方でもないかなと思うんですけど、屋根が取り外せないので、この高さだとちょっと遊びにくいかなというところですね。屋根の上に旗が2本ついてます。こういうのは嬉しいですね。では店舗の中見ていきましょう。入ってこっち側、これカウンターがありますね。
こんな感じで、キーボードとモニター、モニターは角度を変えることができるようになってます。どちらもプリントパーツですね。でこっちのクリアパーツの方に商品を置いてお金を払うというような感じじゃないかなと思います。で奥の棚にはレゴセットが置いてありますね。はい、棚ごと取り外しました。各セットの絵はシールになってますね。でこっちの消防のセットはおそらく7942で、警察のセットは7235をイメージしてるんじゃないかなと思います。で各セットなんですけど、後ろの棚にこうやってぽっちりくっついてますんで、傾けたとしても落ちてくることはありません。で反対側の壁にも2つついてますよね。棚はなくて下のポッチにこうやってくっつけてるような感じになってますね。でこっちのやつなんですけど、おそらく以前に紹介した7944の消防ホバークラフトじゃないかなと思います。これねかなり似てると思いますね。でこっちについてはちょっとよくわかりません。でその前に樽をイメージした入れ物があって、中には剣や銃など武器が入ってますね。でこれですけど、おそらくよくありますよね、スポンジとかでできた子供用のやつ、それをイメージしてるんじゃないかなと思います。まあ武器がねこれだけ種類入ってるのは嬉しいですよね。そしてトイザラストラックです。これは大きいですね。全長がなんと約39センチありますんで、かなり長いのがわかるんじゃないかなと思います。ちなみに横幅は約7センチになってます。まずは現車から見ていきましょう。フロントの雰囲気、あと車両全体のデザインがなんとなくアメリカの長距離トラックって感じがするんじゃないかなと思います。ボンネットが両サイドのフェンダーよりもかなり上がってますよね。これなかなか珍しいなと思いました。でグリルとライトが斜めについてますね。これ面白いですよね。で下のバンパーですけど、結構頑丈なやつがついてるんじゃないかなと思います。続いてサイド見ていきましょう。ウィンカーとありますね。フェンダーパーツのでもいい感じじゃないかなと思います。この辺ステップがあるのも嬉しいですよね。で窓があるのもいいなと思いました。でドアを開けることができるのと、これはおそらく急行じゃないかなと思います。この部分をこんな感じで取り外すことができるんですね。でこれ反対側と実は全く同じパーツになってます。これ最近だったらおそらくこの前後を組み替えて、左右でね、対象のパーツを取り付けるような気がするんですけど、これに関しては全く同じものになってますよね。最近ではあまり見かけないような感じがしました。では運転席周り見ていきましょう。サイドミラー大きいのがついてますね。動かすことができます。で上にトイザラスのロゴがついてます。これシールなんですよね。でここのルーフパーツをこんな風に開けられるようになってます。これですけどこうやってね開け閉めすることができます。これいいですね。はい、中はこんな感じで結構広いですね。でやっぱり長距離トラックなので仮眠できるようになってますね。これはベッドだと思います。でこっち側には実はテレビのモニターがついてるんですね。これは嬉しいですよね。なのでまあここにね窓がついてたという感じじゃないかなと思います。ということでこのベッドにさっきのこのドライバーをよいしょ寝かせるとこんな感じになりますね。いかがでしょうか。ちょうどね窓の位置もいいところにあるんじゃないかなと思います。こういうの作れるのはいいレイアウトですよね。ね、運転席の方もまあまあ広めじゃないかなと思います。シートパーツにハンドル、それからコップが置いてありますね。ということで、座席にさっきのドライバーを座らせましょう。はい、こうなりますね。もちろんこの状態でルーフパーツを戻すことができるようになってます。で前から見るとこうなりますね。残念ながら顔のね上半分が見えないんですよね。これはさすがに運転できないでしょう。ちょっとねこれは残念だなと思いました。もうちょっと座席を下げてほしかったなというところですね。ちなみに横から見るとこんな感じです。横から見た高さはすごくいい感じじゃないかなと思います。で運転席の後ろ部分にはマフラーが2本あって、こうやって角度変えることができるようになってます。で後ろの方なんですけど、これが連結部分になります。この辺り結構ね、手が込んでるというか細かくできてるんじゃないかなと思いました。かっこいいですね。続いてトレーラー部分見ていきましょう。このねトイザラスの大きなマークがいい感じですよね。連結を外すとこんな感じで斜めになっちゃうんですけど、前のこの部分、これが支えになってますんで、これをこうやって立ててあげれば、ほぼ水平にすることができるようになってます。でこのトレーラーさっきの店舗とは違って、上のこのルーフパーツを全部こうやって取り外せるようになってるんですよね。一応ねこう簡単に取り外せるようにこの辺タイルブロックが使われてるのがわかるんじゃないかなと思います。中はもう完全に空洞になってるんですよね。これいいですよね。いろんなものを乗せて遊べるんじゃないかなと思います。残念ながらここに乗せられるような大量の付属品というのはついてませんでした。
ちなみにサイドにドアがついてて、こうやって開けられるようになってます。でここと同じくこの反対側ですね、ここも開けられるようになってますし、後ろ部分に関しても同じような感じで開けられるようになってます。ちなみに反対側にもトイザラスの大きな R ついてますし、後部ドアにも、トイザラスのロゴがついてますよね。まあ、このあたりね、プリントだったら最高なんですけど、まあ、ついてるだけでもかなりいいんじゃないかなと思いました。あとその下のこのタイヤの部分なんですけど、実はこれこんな感じでついてるんですね。この突起を穴の部分に差し込んで取り付けてるような感じになってます。なので、これなんですけど、こんな感じで沈み込むようなちょっとねサスペンション風の動きをしてくれるんですね。これなかなかいいなと思いました。それと付属品としてこんな感じの台車がついてますんで、こうやってミニフィグに持たせて、この部分にさっきのこのレゴのセットを置いてあげれば、このドアから積み下ろしをしているような感じに見えるんじゃないかなと思います。これ後部ドアでもいいですよね。こういうのを作ることができるのは嬉しいですよね。それと連結ですけど、さっき言ったこの部分にトレーラー側のこの出っ張り、これを差し込んであげれば、これで OK ですね。このまま移動することができます。はい、いかがでしたでしょうか。まあトイザラスのロゴがついてるのはやっぱりなんか楽しいですよね。でトラックはかっこいいですし、テンポもついてますんで、しっかり遊べるセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は356個です。以上、レゴシティのトイザラストラック7848を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。